どうかな、こんにちは、どうかな、つなげるかな。あ、えみちゃんありがとう月見えますか。あ、やゆちゃんもありがとう。福田くんと中継をつなぎたいと思いますが、これでどうかな。月見えるかな、みんなの階段登りしてます。あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。ちょっと 犬がね、切れ気味なので。かわいい。はい、これこれね、階段、そう、階段登るのが趣味でまあ、私の仕事をね、ずっとくんって言いましたね。かわいい。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。はい。まず、私の、はい、あの、インスタグラムのお客様たちに、はい、福田さんのプロフィールというか、なんか自己紹介的な。そうですね。はじめまして、福田徹です。今北海道に住んでます。おお、はい。僕のいるところはすごい北の地域で、その北海道、北海道の中でも本当北の方なので、はい、まあ、コロナの状態とかは全然今大丈夫なんですけど、うんうん、まあ、そんな自然豊かなところに今住んでます。へえ。でここ木彫なんですけど、うん、昆虫をたくさん作ってます。ぜひよかったら見せていただけたりマジでしょうか。今ちょうど作業してて、あれなんですけど、おー出たこれは本物の標本なんですけど、うんうん、それをモデルに今作ってて、蝶々をよく作ってるんですよね。ちょっと今、うん、見栄えがあんまり良くないっちゃ良くないですけど。いや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 、これ皆さん、あのね、象眼って言ったらいいのかな、象眼技法。そうですね、木の色だけなんですよ、彼の彫刻は。ちょっとこのマスキングを今外します。ちょっと待ってくださいね。あ、すいません。その木の色で、色の違いを出して、もう本当に原寸大のすごい厚木があのリアルな彫刻を作っていて私が初めて彼の彫刻を見たのは、なんかね、うん、あのめっちゃ超なんかめっちゃ長い名前の彫刻家さんって誰やっけ。めっちゃ長い名前の彫刻家さんめっちゃ長い名前あの人との一緒の展覧会で、はい、見た。一緒の展覧会、本田恵美子ちゃんとね見に行ったんですよ。はいはい、東京やったと思うんやけどね、なんか銀座、あ、銀座と中野近くでやってた時に、はい、グループ展、グループ展、めっちゃ長い名前の人いない、ちょっと日本人って、わかんないな。どんなの作ってる人だろう。昆虫で石の彫刻家で、あー、あの佐藤清和重拓さん、あと佐藤さん、佐藤さん、はい、あの石のめっちゃ長い、そう、はいはい、あの人と一緒のやつで見たらむちゃくちゃ、はい、紹介で申し訳ないです。その時にあのすごい感動して、それでいつかこう、はい、展覧会とかでこう一緒できたらなと思いつつ、いや嬉しいですね。すごいです、これ、うん、今作ってる青筋揚げ葉、青筋揚げ葉ですって皆さん、これ木だけですよ。すごい。この緑色もこれ着色してなくて、うんうん、全部自然の木の色なんですよ。すごい。なんて言ったらいいの、はめ込んでこう模様を作るんですけど。こんな色があるんですか、木で。ありますよ。今、端材が机の上に散乱して。見えますかね。緑色。これは何の、これは樹種はちょっと柳かなと思うんですけど、うん、拾った木なんですよね。へー、これ柳、山の中に落ちてるんですよ。拾うんや、すごい、うん。
ストックがちょっとこんぐらいあるんですけど、うわこれ これはあの苔とか金ですね、金。金。金類。すごいですね、皆さんね、木の色って。これ六章腐れ菌っていうキノコがいて、これが山の中の朽ち木とかにこう自生してるっていうか、こう生えてるんですけど、はい。それが繁殖した木がこう六章色に染まるんですよ。すっごい、これ天然木ですって、すごいですよね。私、ね、青い木見たことない。なんか黒炭の黒い青いやつは見たことあるけど、はいはいっていう感じで、これはもうほんと緑。へえ。多分あのミオさんのお近くに山とかがあれば、うん、うん、あるある陽気あるかもし探すとあるかもしれないです。すごいね、なるほどね。じゃあ自然いっぱいのところがやっぱりいいんですね。そうですね、まあ、今はたまたまそんなところに住んでるんですけど、うん、なるほど、すごい。へえ。木、いろんな木使うんで、うわー、なんかこんな感じで宝箱。黄色いのは漆漆の仲間もあるんですけど、うんうん、漆はここにはなく、ハゼの木っていう漆のハゼ、ろうそくの、和ろうそくのろうを取る木なんですけど、うん、見つからない。すごい。あ、これハゼだ。このこれが夏は真っ黄色。すごいね、こんなに違うんですね。そうなんですよ。へえ。そういう、あとなんだろう、これちょっと引き出しの、すごい、これ手作りですよね。あ、そうですそうです。すごい、これの出た、彫刻業界のこのね手作り、うん、はい。これ赤系の木、パープルハート、パープルハートもあります。ある。へ、あのここにはないの。うんうん、ここだろう。まああって、これはオレンジの、うんうん、オレンジズ。これも日本の木と海外の木もいろいろ混ざってるんですけど。なるほど、チークとかいろいろやね。そうです、そうですね、黄色っぽい、うん、黄色とか、あー、この漆とか。そうですそうです、色っぽい。でよく使うのはやっぱ硬い木使うんで、つげとか、つげですね、うん、もく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 。そちらはもくもくなんですね。こちらはハウスとか ね、ウッドペッカーっていう、あの木材屋がありますんで、また三重にお越しの際には連れて行きます、はいはい、行きたいです、ぜひお願いします。はい、なんかいろいろこんな感じでいっぱい木使ってやってます。うわ、すごい、黒い。これ黒炭とか、うん、そうですね、黒炭系。すごいね。僕はさっきの緑のやつ。うんうん、木だけでこれだけね、やっぱり色が違うっていうのが。そうなんですよね。なんかそのだから彫刻を見た時に、なんかその 木だけでできてるのっていうのがすごい信じられないような感じで。ありがとうございます。うんうん、なんかそれも感動したと覚えてます。これ見てください、皆さん、あの植え込んであるらしいです。そうなんですよ、ちょっと伝わりにくいかな。ねえ、この模様がちょっと今こう段差が見えるかな、この、うん、このあ、見える見える、うん、この木にちょっと、まあ、表面を慣らしてる前なんで段差が、なんか、あ、見えます、うん、これを埋めてるんですよ。そうです、そうです。それは刃物でやっぱり削るですよ、ね、そうです。ヤスリとかあんまり使わない、うん、そうですね、ヤスリはあんま使わないですね、うんうん、ほとんど刃物の感じで、ね、彫刻刀ですね。すごいですよね。皆さんなんかコメントでよかったら質問なども、あ、ぜひぜひ。はい、ぜひ。コメントって見れてます？福田。なんか少ない、なんか2列ぐらい。あ、2列ぐらい。うん、うん。一緒です、一緒です。見れて、みんなね、たくさんコメントいただいてます。すごいって。あ、嬉しいですね。もしよかったら、あの、作品も今ちょっとあるんで。え、いいんですか、そんな贅沢な。今後のゲストさんが結構、あれですね。
どんどんプレッシャーが。いやいやいや、僕は若手の若手なんで。そう、あの、若手のホープなんです、彼は。何にしよう。じゃあすごい。いいんですか。わー、すごい。あ、もう全然。ちょうど。こんな大切にしまわれてるんですね。はい、これも箱も。はい。こう彫刻家同士で比べるという感じで、私の彫刻の置き方ご覧ください。この地面にねこうやって投げ捨てられてあったりとかね、階段にこうぐちゃぐちゃっとなるいや、雰囲気がもう素敵です。僕も壊れちゃうんでこの差がすごいですね、アトリエのなるほど。手袋をはめないと。うわ、出てきた。いけない。見えましたよ、なんか蝶みたいな。うわー、すごい。手袋で、すごい白い手袋。私彫刻家なのに一着も持ってないですね今思えばうわー、すごい。この滑らかな羽、綺麗ですよね。本物みたい。アップで見て、見せてくださいって。アップ。どうやってやるんだろう。こうやって。ああ、できた。おお、すごい、すごい、すごい。薄い、繊細。で、この、これは象眼はちょっと少ないんですけど、うん、この赤いのですかね、はい。あ、ほんまや、ほんまや。こういう目みたいな擬態してあるんですね、これ。昆虫の。繊細。すごいですね、昆虫業界。うん、これは、はい、いつ頃の作品ですか？これもつい最近ですよ、本当に。5月にちょっと海外でグループ展の予定があって、うんうんうん、それの予定で作ってたんですけど。あ、やっぱりなくなりますよね。まあ、そうですね、延期に。私もそうです、うんうん、延期になっちゃいまして。そうですよね、すごいね。触覚とか足とかどうなってるんだろうってもう全部あの彫刻刀で彫ってますよ。バッタおるよ、すごい。湿度の関係で作品が割れたりしないのでしょうか、はい、っていうコメントが。あ、全然今のところはないですね。ない。やっぱいい気を使ってられるんですね。私のバキバキに割れますよ、うん、皆さん。いや、でも大きさがやっぱり違うんでそっかそっか。自分のやっぱ小さいんで乾燥もしっかりされてて、あ、彼のは着色してないんですよ。木の色だけでこの色の差を表現してるらしいです。うわー、すごい。これ木彫りですって皆さん。そうなるすごいですよね。こういう模様とかも全部木の、すごい、色で。ちょっと生で見たいですよね。今ね、残念見られないけど、本当にいつかね、騒ぎが終わってまた展覧会が普通に戻ったら ね、たくさん展覧会しましょう、私たちも。いや、もうぜひよ。すごい。バッタの羽もすごいって、びっくり、本物みたい。今にも飛びそう。いや、ありがとうございます。いっぱいコメントいただいてます。すごいね。見たいって。すごすぎる。あ、すごぎる。うお、足のトゲトゲまで。あ、ババくん。ババくんって知ってます？彫刻家の。はい。ババくん。ババくん。あ、下の名前ないあの動物ホルネ、今コメントくれました、はい、すごい。あ、ありがとうございます。うん、またババくんともつなげたいと思います。あの、どんどん突撃でね、いろんな人につなげて突撃隣のうん、そう、隣の彫刻家みたいな、めっちゃ遠い一番遠いところから来ちゃったえ、これってね、台座は何の木ですか？はい、この木が激しいのは、テンポムシっていう木ですね。うん、すごい綺麗。これ、カンナとかで。そうです。あ、お時間、どれぐらいかかりますかとか。制作、そうですね、1ヶ月ぐらいはもうかかりますね。うんうん、ねえ、もう本当ね、時間っていう質問、すごい多いんですけど、私たち彫刻家には。うん、なんか皆さんにも相対、性理論だと思って、もう相対的って言ってます私もそれぞれ
それぞれが違いますって答えにくいですよね。すごいね。いや答えづらいんですよ本当に。そうですよね。そうなんですよね。だからあの私は精神と時の部屋っていうね古いドラゴンボールのネタの世界でよく言うんですけどに入ってるのでいいですね。そう数年が数1ヶ月ぐらいでっていう風になんかお茶を濁す感じが多いです。自分も精神と時の部屋をちょっと活用したいですね。はい、そうですね。はい、それでよろしく彫刻協会で統一しましょう。いい答えをいただきました。掴みたいっていうコメントもいただいてます。嬉しいね。すごいね。わこれはでもちょっとなんか触覚とか心配になりますね。そうですね、触るとやっぱりまずいかもしれないですね。あ、そうですよね。すごい世界ですね。確かに海外の人とかびっくりしそうな。いやそうですね、ありがたいです。近くで見てみたい。バッタのクオリティ、今まで掘った中で一番大きいサイズと小さいサイズの昆虫はどれぐらいのサイズですかってコメントが。あ、昆虫はもう全部実物大で作るので、うんうんうん、一番大きいのといっても、まあうん、通常の昆虫のイメージされるぐらいの大きさ。あ、大ゴマダラとか。そうですね、与那国さんって言ってもちっちゃいですもんね、うん、そうですね、うんうん、一番ちっちゃいのはテントウムシなんですけど。かわいいテントウムシも今あるので、もしよかったら、あ、いいですか、贅沢な、はい、すいません、自分ばっかりです。ウェブ展覧会となってきましたね。なってきました。そちらはもうちょっとじゃあこちらをもうつなぐ理由がないじゃないですか。私の画像いらんのじゃないか。ちょっと一旦席外しますね。はい、どうぞ。一旦すぐ戻ります。テントウムシ見たいです。ありがとうございます。すごいですよね、福田くんの世界。あの私ツイッターの告知でね、彼の漢字をタイプミスというね、あの愚かなことをしたんですけど、お許しください。あ、もう全然よくあることなの。私のツイッターが今頃炎上してることと思います。ファンの方の月が月が襲いかかってくる。荒ぶる。お待たせしました。よいしょ、見えるか。わー、いる、すごい。ぐらい飛ぶ直前。見えないですね。すごいですね。ちっちゃい。これは木を継ぐんですか？そうですね、足とかは一本一本掘って、うん、それを組んでるんですけど、トリデーグすごいな。あのなんか先輩のあのエビ作ってる大竹くん、はいはい、なんかが先輩なんでしょう。そうですね。なんでそんなにすごい技術の子たちがその学校は、はい、でも、ね、大竹さんは、うん、あの木彫なんですけど、うんうん、自分は刺し物あの木工の方の専攻で。そうなんや、はい、なんで彫刻は一切やってなくて、すごいね。そっか、じゃあ独学というか刺し物の勉強はしつつ、そうですね、自分の造形を独学で編み出した、はい、この生き物を掘るのはもう学校卒業した後に始めたことなんで、うん、そうなんですね。台作ったりとか、うん、こういう方が得意ですね。パーツはどうやってくっつけてるんですかって。パーツは、うん、基本的にはその刺し物の、あの、うん、教えのまま作ってるので、うん、組んでつけてて、踏み木、なるほどね。ピントが合わない。ねえ、こんだけちっこいと。足とかも、その、ただのりでピッとつけるんじゃなくて、うん、ちゃんと、あの、ほぞのように差し込んで、着手するようにしてます、ね。まあ、その、そうしんと取れやすすぎますもんね。そうですね。というかね、はい、差し込んであるそうですよ、皆さん。私は、一本のダボでも、かなり手こずりますけど。もう彫刻家といっても本当にだから
それぞれね、技術が幅広いということが、いや本当いろいろ今回の配信でわかるすごいですね。細組えみちゃん、本田えみこちゃんが細組てんてんてん、すごいすごいよね。本当にやっぱ組まないと自分が不安ですよね、やっぱり、うん、あ、テントウムシの赤も着色なしですか？そうです、自然の色で、もちろんですよね、はい、自然の色だそうですよ。すごいですね。ピンクアイボリーという木ですね。ピンクアイボリーという木で自然の色だけで組んで作ってあるそうですよ。はい、ね、素晴らしい作家さんがね、日本にはたくさんいて、なんか私だけが知っててももったいないなと思って、こうやってね、あの、つないでいこうと思っているいや嬉しいですね。ねえ、わあ、作業場かっこいいね。やっぱり木はいっぱい地みたいな、職人系の作業場ですね。なんかアーティスティックではないですね。なんかあのドローイングが置いてあるとかそういうタイプではないってことですね。ではないですね。これがピンクアイボリー。これテントウムシの木だそうです。すっごい綺麗。へえ、ね。すごいね。こんなに赤いんやね。私も、ね、うん、なんか面白い色の木があったら買ってしまうんやけど、ついつい。うん、いや、 やっぱ木いいですよね。そう、使わないとは思いつつね、やっぱり溜め込んでしまいますよね。今こう木吊るして、ちょっと汚いですけど、木吊るしてて、うん、こういう風にあの使う前の木をこう吊るして全部を風に当てて置いとくことで、その木を安定させたり、うんうん、なるほど。だから割れにくいんですね、多分ね。乾燥かもしれないですね。うん。あ、なぜ昆虫をモチーフにしているんですかって。昆虫、昔から好きだったのがやっぱ大きいですね。その、うんうん、昆虫が好きだったっていうのと、はい、あと実物を捕まえれるっていうのは結構作る上では大事で。あ、なるほどね。モチーフが、うん、目の前に。そうですね。大事ですよね、具象作家にとってね、はい、なんか生き物とかをその場で、うん、そのスケッチとかできればいいんですけど、うんうん、まあ、鳥とかなかなか持って帰れないですし、うんうん、写真見てもその立体感つかむのは難しいので。なるほど、はい、自分はその彫刻が全然下手くそだったんで、その実物をちゃんと採寸しないと作れなくて、うんうんうん、あ、じゃあ結構測るというか、しっかりこう、はい、寸法もやるんですか？そうですね、もうしっかり。すごい、ね、うわーすごい、これこれすごいですよ、作家さんの。これすごい。いや、これは人によって全然違いますよね。うーん、あの、ちなみに私なんかはこういうスケッチ、こんな感じでしょ、スケッチをして適当に、はい、でもこっからは測らず、いきなりこうなります。すごい適当で適当すごいですね、うん、まあ、これはアルパカですけど、うん、はい、全然だからね、違うんでしょうね。うん、すごい。あ、昆虫以外は作らないんですかって。昆虫以外も、あの、植物とかこの前作ったんですけど、うん、あとたまに鳥とかもやったりしてたんですけど、まだ昆虫が多いですね。ああ、なるほど。まあ観察がしやすいとかそういう理由で、はい、昆虫を中心に。素晴らしいですね。貴重なスケッチを見せて、はい、あ、彫刻家さんはみんな絵がうまいって言ってくれる。本当ですかね。恥ずかしい。絵っていうか設計図ですよね、私たちの。そうです ね, そうです ね, ね、スケッチってね、なんか絵画っていう感覚で描いたことは私も一度もなくって、うん、はいはい、彫刻をやる人間は結構設計図っていうイメージで絵を描くことが多いのかなと、まあ、私の中では思ってますね。うん、もうまさに自分ももうここは、もう何点何ミリとかって採寸して、うん、その厚でそのしっかりして、うん、あの、一度書いて、そこから始めますね。で、実際それを、まあ、印刷したりして場所を決めてったりとか、
すごいですよね。本当に全然人の制作って今まで覗いたことがなかったので、いかにこう作家によってね違うか、まあ性格にもよる私なんかこうやってね道具が埋もれて見つからないっていうこともよくありますし、いやもう、すごい汚いのとこの綺麗なねアトリエのこの雰囲気と、いやもうライブなんで片付けました片付けてくれましたか。こっちはもうこのままです。すごい肩こりしませんかって肩こりはもう永遠に肩こりです。もう本当にもう肩こりは治らないですね。そうですね、うちらはねもうだから、はい、ねずっとずっと筋肉痛みたいな感じ。いや本当ですね。ではありますよね。え、橋本美代さんは、はい、どういう感じで制作したり作ったものとかは、うん、置いたりとかしてるんですか？置いたりですか？置いたりはもうできたものからもう飾ってったりする感じになるんですね。そう、飾るっていうかもうね踏むんですよ。でこうやってもうなんか寝かしたり。すごい居心地良さそう。棚があってね、こんな感じで、おーすごい、販売の彫刻のスタンバイのやつとかね、うん、それで色塗ったやつっていう風にこうやってスタッフさんが分けてくれたりなんかしながら、スタッフさんはほとんど掃除メインでうちに洗ってる。いやもう掘るのはもう美代さん本人で。そうそうですね。すごい量ですね。すごい量ですよ。あ、これ門外不出の愛とかいますね。こんな感じでモンスターがちょっとね、こんな感じだから人によって本当に、あ、お二人は存在しない生き物は掘らないんですかって。掘りませんね。私は掘りませんね、うん、あ、やっぱり掘りませんよね、はい、なんか具象作家でもこの、うん、特に私たちっていうのはこうスーパーリアリズムというかそういうものに近い、うん、ね、まあ、いかに事実をそのまま人に使えるかっていう仕事だと思ってるので、はい、まあ、なんかそのままのね、ありのままの姿の美しさだけで感動させるっていうのはちょっとポリシーですね、私は。そうですね、はい、そうですね、うん、相性で、そういう気持ちですね、うん、うんうん、作業しない日はなさそう。あ、しない日はほとんどないですけど、まあ、だらける時もあります、うん、ありますよね。私もありますよ、はい、ゲームだけしてる一日とかありますけど、ね、全然もう、うん、結構普通に普通の人です、うん、あ、趣味とかは何ですか？例えば趣味、作業しない日、うん、難しいですね。なんかものづくりが趣味だったまんま来ちゃってるんで、ね、仕事もね、はい、うん、でもゲーム、最近は動物の森にハマっちゃってますずっとなるほどなるほど。グラデーションの棚が素敵ですって。これ手作りですよ多分。もちろん、あ、これも手作りですね。そうですよね、このね、これがもう学生時代、彼のこの収納がすごいです。わ、すごい。え、これは道具道具ですね。カンナすごいですね。カンナもいっぱい使うんですよ、やっぱり。うんうん、あ、ソリガンナとかね。そうですね、ちょっと乱雑であれなんですね。私この曲がったカンナ床に落としてから見つからないんですけど、いつか出てくると1個しかなかったのにいつの日かいつの日か出てくると思います。この中からね、なんとかします、うん、なんかうちに使わなくなったスケッチブックが何冊もあるのですが、もらってもらえないでしょうか。もちろんもらいますけど、わ、でもね、結構もう30分が経ってしまいました、ね。ああ、本当ですね。早いですね。また、早いですね。ね、第2弾放送なんかもね、彫刻家さん、私、ランダムに突撃していくんですけど、また福田くんともつなぎたいと。あ、ぜひぜひ、また。思いますんで、はい。
いや、本当今日は突然でしたけど、ありがとうございます。こちらこそ光栄です。なんかあんまりその作業を邪魔してもいけないと思うので、いやいや、あの30分という決まりで、あの、はい、この会話やろうかなと思っています。早い。ちょっとうちの犬が寝かけてますね。もう落ちかけてますね、もう。去年のオゾンの鳥の彫刻、はい、拝見しましたって、 あれが福田さんの作品だって今つながりましたっていうコメントをいただきました。 ありがとうございます、すごい嬉しいですね。なんかこれを機に、あのぜひツイッターや、インスタグラム福田くんのもチェックしてください。はい、はい、今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございました。すごい適当な配信でしたが、いやいやいや、もう全然自分的にはめっちゃ楽しかったです。いや、こちらこそ。はい、お邪魔しました。ありがとうございます。はい、皆さんもありがとうございました。はい、では失礼します。バイバイ。ありがとうございます。